いつもご視聴ありがとうございます。本日は、現行型のスポーツカー&クーペ、おすすめの8台をご紹介いたします。当チャンネルでは、こういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、本日の内容に入っていきましょう。2022年現在では、ミニバンや SUV がブームとなっており、セダンと同様、スポーツカーやクーペが減りつつあります。これも時代の流れであり、車を運転して楽しむというより、広くて快適な車を求める人が増えてきたことが言えます。スポーツカーは、車内が狭く、乗り心地もあまり良くないので、今の時代を逆行した車となっております。しかし、運転を楽しむといった面では、ミニバンや SUV では、決して味わえないものが、スポーツカーやクーペにあります。それでは、1台目から順番に、スポーツカーとクーペをご紹介いたします。現行スポーツカー&クーペ、おすすめ1台目が、ダイハツコペンです。ダイハツコペンの現行型は2014年6月に登場いたしました。ダイハツコペンのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、660cc にターボを組み合わせており、車重も軽いので、スペック以上に速く感じる車となっております。軽自動車規格の小排気量のスポーツカーであり、エンジンを回して楽しめる車でもあります。大排気量エンジンやハイパワーターボ車と比べ、スペック的に余裕がない分、アクセルをがっつり奥まで踏めるので、法定速度内でも使い切れるエンジンとなっています。また、エクステリアも、軽スポーツカーらしい、かっこいいデザインをしております。他にも、GR スポーツや CVT 車もラインナップされております。現行スポーツカー&クーペ、おすすめ2台目が、マツダロードスターです。マツダロードスターの現行型は、2015年5月に登場しました。マツダロードスターのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、1500cc と 2000cc の2種類のエンジンがあります。ロードスター RF と比べ、約100キロ軽く、軽快な走りを楽しみたい人は、1500cc のロードスターがいいと思います。2000cc は、軽快な走りに加え、パワーが欲しい人におすすめな車です。ロードスターは全グレード FR となっており、重量配分も前後50対50であり、安定感のある人馬一体の走りを堪能できます。エクステリアのデザインもスポーツカーらしい、かっこいいデザインをしております。
1500cc も 2000cc もどちらも素晴らしいエンジンですが、私なら重量が軽く価格の安い 1500cc を選びます。ロードスターはエンジンパワーよりも車重の軽さによる軽快な走りが売りの車というイメージがあり、 2000cc なら新型の86や BRZ の方を選ぶと思います。現行スポーツカー&クーペおすすめ3台目がトヨタ86です。トヨタ86の現行型は2021年10月に登場いたしました。トヨタ86のスペックを見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 2400cc の水平対向エンジンを搭載しており、パワーもトルクも先代よりもアップしております。車重も軽く、エンジンスペックが高いため軽快な運転もできるし、直線でも伸びのある加速感を堪能できます。最近出たばかりということもありますが、エクステリアのデザインが輸入車みたいであり、高級感のあるクーペらしいデザインをしております。内装も先代と比べ大幅に質感が向上されており、スポーツカーとしては高い質感となっております。価格も300万円台ということもあり、非常にお買い得感のある価格設定となっています。6速 MT の他に6速 AT もラインナップされています。現行スポーツカー&クーペおすすめ4台目が日産フェアレディ Z34 です。日産フェアレディ Z34 は2008年12月に登場いたしました。フェアレディ Z34 のスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 3700cc の大排気量エンジンを搭載しており、パワフルな加速を堪能できます。また V 型6気筒エンジンを搭載しており、官能的でスポーティーなサウンドを堪能できます。しかし重量が 1500 キロあるので、軽量なスポーツカーと比べ軽快な走りを苦手としております。また2008年に登場ということで、内装のデザインが少し古く感じます。エクステリアのデザインに関してはまだまだイケてるデザインだと思います。フェアレディ Z は今年の夏に新型が出ますが、エンジンが 3000cc のターボエンジンとなり、価格も上昇します。モデル末期である 3700cc の自然吸気型エンジンを安く購入するのもありだと思います。現行スポーツカー&クーペおすすめ5台目がレクサス LC500 です。
レクサス LC500 は2017年3月に登場いたしました。レクサス LC500 のスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 V 型8気筒の 5000cc 自然吸気型エンジンを搭載しています。レクサス最高峰の L シリーズであり、エンジンスペックもかなりあり、エンジン音もとてもいい音がします。内外装の質感も非常に高く、ラグジュアリークーペらしい快適な車に仕上がっております。当然ですが、車重がかなり重いので、軽快な走行は苦手です。またサイズも大きく、価格も高いので、欲しくてもなかなか買える車ではありません。中古価格は4から5年落ちでも900万円以上するので、まだまだ高いです。他にも、V 型6気筒の 3500cc ハイブリッドエンジンがラインナップされております。現行スポーツカー&クーペおすすめ6台目がレクサス RC です。レクサス RC は2014年10月に登場いたしました。レクサス RC のスペックと評価を見ていきましょう。を見ていただきましたが、他にも 2500cc のハイブリッドと V 型8気筒の 5000cc 自然吸気型エンジンがラインナップされております。レクサス RC に乗るなら、先ほど紹介した 2000cc のターボエンジン車か 3500cc の自然吸気型エンジン車がおすすめです。ターボエンジン車も 3500cc のガソリン車もトルクが太く、パワーもあるので、市街地から高速まで余裕のある走行ができます。内外装の質感もレクサス車なのでかなり質感が高いです。レクサス LC と同様ですが、車重が重いので軽快な走行は苦手です。レクサス RC の中古車は2015年から2016年式であれば程度にもよりますが、300万円以内で乗り出せる車両もあります。現行スポーツカー&クーペおすすめ7台目がシビックタイプ R です。ホンダシビックタイプ R の現行型は2017年7月に登場いたしました。シビックタイプ R のスペックと評価を見ていきましょう。
ペックを見ていただいた通り、2000cc のハイパワーターボエンジンを搭載しております。シビックタイプ R はパワー系のスポーツカーであり、ハイパワーターボ車独特の強烈な加速感を楽しみたい人におすすめできる車です。また、低回転トルクも太いので、街乗りでも余裕のある走行ができます。内外装の質感もスポーティーであり、総合的に見てもレベルの高い車に仕上がっております。現行スポーツカー&クーペ、おすすめ8台目が、ホンダ S660 です。ホンダ S660 は2015年3月に登場し、今年2022年3月をもって生産終了となったモデルになります。ホンダ S660 のスペックと評価を見ていきましょう。を見ていただいた通り、軽自動車のスポーツカーであり、先ほど紹介したダイハツコペンと似たようなスペックとなっております。コペンとの大きな違いは、駆動方式がコペンは FF であり、S660 は MR となっております。本格的なスポーツカーとしての走りを楽しみたければ、コペンよりも S660 の方がより楽しめます。エクステリアのデザインは軽自動車とは思えない存在感のあるデザインとなっております。インテリアのデザインはスポーティーでシンプルなデザインとなっております。 S660 は生産終了したため、現在では中古車でしか購入ができません。以上が現行型のスポーツカーとクーペおすすめの8台でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。